ディアーボーイズは、矢上広木による日本の漫画作品、バスケットボールを題材としている。2007年第31回講談社漫画賞、少年部門受賞、月刊少年マガジンにおいて、1989年から連載。単行本は第1部のディアーボーイズが全23巻、藤原、三浦、石井、土橋の4人を中心とした。 中学時代を綴った第0部とも言える、Dear Boys's Early d が、全一巻、第二部の Dear Boys' Act 2が、全三十巻、第三部の Dear Boys' Act 3が、全十一巻、本編で描かれなかった他校のエピソードなどを描いた、特別編、Dear Boys' Over Time が、前三巻。湘南大相模高校を主役とした第四部の Dear Boys' Act 4が、現在連載中。 カウントは雑誌掲載時は大話となっているが単行本ではシーンマイナスとなっている。2019年3月時点でシリーズ累計発行部数は4500万部を突破している。本作品はバスケットボールを題材にしたスポーツ漫画であるが同系統の作品にありがちな汗臭い要素を排除し爽やかに描いている。また、 男女の恋愛感情が当事者たちのバスケに関わるものとしての成長を促すなど、スポーツ漫画としては珍しく、恋愛が重要な要素として描かれていることも特徴である。初期にはバスケを通じて学生生活を描写する場面も多かったが、アクト、通以降は本格的なバスケシーン中心になる。ケレン味重視に走ることもなく、バスケットボールの本質を、 正面から描いている。また、各高校のバスケカラーが明確に描き分けられ、戦術やディフェンスシステムも細かく描かれている。連載開始から25周年を超え、バスケットボールを主題とした漫画では、史上最長連載を誇るが、作中での時間は1年も経過しておらず、劇中の年代を連載開始年の1989年とすると、 アクトに以降でも1990年となる。しかし、1990年には存在しない、クォーター制や24秒ルールの導入、ワンセグ TV 付け携帯電話の登場や、女子メンバーのルーズソックスや、ハイソックスの流行の描写など、連載時期に即した要素を取り入れていっている。しかし、作者は、連載開始当時は、携帯が全く普及しておらず、 キャラたちが携帯を持っているのにすごい違和感を感じるが、かといって携帯がないと話が進まないと複雑な心境を述べている。様々なメディア展開もされており、1998年にドラマ CD が発売、2003年にはテレビアニメ化され、テレビ東京と ATX で全26話が放送された。なお、頭文字 D シリーズに続き、劇中に、 スーパーユーロビートが使われている。2007年にはマーベラスエンターテイメントとネルケプランニングによってミュージカル化され12月20日から29日まで上演。2008年には続編の公演が行われ7月25日から8月3日まで上演された。2011年には第3弾としてニコニコミュージカルで4月30日から5月8日まで上演された。 2020年には舞台化が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で中止になっている。その他、イラスト集、ディアーボーイズ・イラストレーションズやスピンオフ作品として女性キャラクターに焦点を当てた小説、ディアーボーイズ・ザ・ガールズ・デイズが発売。またヤガミが企画監修し、桜たすけが漫画を担当するパロディギャグ漫画、 NER a ボーイズが月刊少年マガジンで0 1号から0 8号まで連載された。全一巻。2014年6月6日に発売の月刊少年マガジン7月号にて本作の連載が25周年を迎えた記念として様々な企画が展開。その一巻として同年9月27日より本作の複製原画展が東京 一ヶ谷のコミュニケーションプラザ .dnp にて開催。1989年7月号より連載を開始した本作も通算26年にも及ぶ長期連載の末に2016年1月号にて完結。本編完結後に同志にて2016年3月号から特別編の集中連載が開始し、2017年2月号にて特別編も最終回を迎える。 特別編では恋の話やアクト3の最終話で描かれなかったタコのエピソードが描かれている。特別編の連載終了から約2年を経て2018年11月号より続編となるアクト4の連載を開始することが発表された。なお、アクト4の舞台はアクト3までの水穂高校ではなくかつてのライバル校であった。 湘南大相模高校になり、水穂高校がインターハイで優勝した1年後の物語となる。テレビアニメ、アニパラあなたのヒーローは誰ですかとのコラボエピソードが2020年10月に放送。森吉木布施由美が登場する。部員の藤原匠が起こした暴力事件によって、ほとんどの部員が去り、4人しか残らなかったことで、チームが組めず、キューブ状態になっていた。 水保高校男子バスケットボール部。藤原徹が2年生の秋、元天道寺高校バスケットボール部キャプテン、相川和彦の転入、突然の入部により、部員たちの心にくすぶっていた、全国制覇の夢を目指していく。暴力事件の影響で、確執のあった OB との和解、新人戦関東大会準優勝、内部崩壊と再結束。 部員の増加など様々な出来事を経て、3年生となった最後の夏、激戦区である神奈川県大会奥東の末勝ち抜き、初のインターハイ出場を果たす。インターハイでも強豪校を、次々と激し水穂を甘く見ていた一部関係者に、相川のワンマンチームではないことを知らしめた。その後、準決勝で因縁のあった成田中央高校を破り、ついに決勝で、 相川の古巣であり高校バスケ界の絶対王者、天道寺高校と対戦する。試合は両チーム一歩も譲らずオーバータイムにもずれる、激戦となるが、最後は、水穂が得点を収めて、この激戦を制し、見事に夢であった、全国制覇を成し遂げた。インターハイ優勝から8ヶ月後、卒業した相川徹の意志を継いだ、練習中の部員たちのもとへ、 相川のように転校生が現れたところで物語は幕を閉じる。水保高校がインターハイで優勝してから1年後、水保高校のライバルであった湘南大相模高校のバスケットボール部に入部した1年生森吉喜と柏木平は3年生のエース伏せあ由美ら上級生たちと共に全国制覇を目指していく。学年については アクト2以降を基準とし、第1部に登場済みのキャラクターは登場当初は1学年、マイナスとなる。なお、声はアニメ版の声優で、縁はミュージカル版の俳優。水穂高校神奈川県にある本作の主役校。不良の存在も目立つが学校自体は、歴史とした進む学校であり、スポーツにも力を入れるなど、文武両道を掲げている。 男子バスケットボール部、藤原の起こした暴力事件によって部員が4人とチームが組めず、男子バスケ部は敗部寸前であったが、転校してきた相川が残っていたメンバーを奮起させて活動再開。第1部ではピンチに陥ると相川にボールを集めるなど相川に頼りがちな部分は否めないものの、急成長を遂げ、新人戦関東大会で準優勝という好成績を収めた。 また、後半に逆転する展開が多かったためか後半に強いチームという印象も持たれるようになった。しかし、チームとしては未熟なため、何度か内部崩壊しかけたことがあったり、メンバーが5人しかいなかったため、ファウルトラブルを狙われたりと、弱点や欠点も少なくなかった。アクトに以降では3年のレベルアップ、公開、新入部員1年の加入により、 テンポの良い,いオフェンスを中心にゲームを組み立てることが多くなり、またチームの結束力向上も相まって、チームレベルは第一部と比べて飛躍的に上がった。全国的には全くの無名校ながら、相川以外のメンバーの劇的な成長によって、強豪校を相手に正面からぶつかり、勝利を収めてきた。インターハイ準決勝の成田中央戦からは、 相手の厚い選手層に対抗するため、相川、藤原、三浦、公開の 3P を積極的に使うシステムを多用する場面が目立っている。インターハイ決勝では数々の怪我に見舞われながらも、最後は相川が逆転シュートを決め絶対王者の天道寺を下し、初出場初優勝という輝かしい成績を収めた。アクト4では舞台が湘南大相模に移り、 ライバル校としての位置づけとなり、ユニフォームのチーム名も、みずほから、MZH と変化した。女子バスケットボール部男子バスケ部と違い、県内では有数の競合校。連載初期の段階では、男子と同等の描写がされていたが、男子バスケ部が本格的に主導すると徐々に描かれる頻度は、減少していった。第一部では、人数が少ない男バスのための練習相手も、 勤めていた。男子と共にインターハイに出場したものの準決勝で敗退し3位に終わる。試合のユニフォームは襟付きと男女問わず珍しい。卒業生湘南大相模高校神奈川県の中でも毎年インターハイ出場を果たしている名門校。湘南カップというインターハイに出場するであろう。チームを呼んで大会を開催するほどの設備を持っている。 シュートを打たせないディフェンスが、伝統、インサイドが強いチーム。有力選手をスカウトして強いチームを作っており、中でも、クセラ2年生の5人は、湘南高中時代からのチームメイトであるため、抜群のコンビネーションを見せるが、大型の選手に張り合うには、弱いキャシャな肉体やインサイド中心ということから、スタミナ消費の激しさなどの問題点もあった。これらの問題点は後に改善され、 肉体改造を行ったことで、大型の選手とも十分張り合えるようになり、3P の打てる轟がレギュラーに戻ったことで外からの攻撃の追加により、スタミナに余裕が生まれさらに得点力アップにもつながった。また、同じチームながらも2年と3年の間に壁ができており、チームとしてまとまりがなかったが、3年の轟がレギュラーに戻ってからはその壁も徐々になくなっていき、 インターハイに突入する頃には、轟き以外の3年からも、葉っぱをかけられるなどついに、チームとして一つとなった。インターハイ県予選では全勝で1位通過を果たすが、本戦3回戦に手位出場の水穂に敗れる。アクト4では、主役校となっている。本目東高校合同合宿で知り合って以降、水穂バスケ部とは、良き友達、良きライバルとして、 しのぎを削り合うことになる神奈川県の新興競合校。スタメンの5人がもともとストバス仲間だったこともあって、息はぴったりで荒削りながらもダンクや 3P など観客の目を引くアメリカンスタイルのダイナミックなバスケを得意とするチーム。当初はディフェンスは二の次の攻撃重視のプレーをしていたが、後に限界を感じて基礎やディフェンス練習に重点を置き、 レベルアップを図った。2年時の新人選挙大会では、決勝で水穂を破るも、3年のインターハイ予選では、雪辱を許し、決勝リーグ戦前敗の再開で、インターハイ出場も逃すこととなった。3年の5人は、部活引退後に、公開の計らいによって、横浜学園の面々と共に、水穂のインターハイ直前合宿に飛び入りで駆けつけ、練習相手として、 かつてのライバルのステップアップに一役買った。その後も横浜学園の面々とともにインターハイ決勝に臨む水穂の応援に駆けつけている。横浜学園高校湘南大相模と並ぶ神奈川県の強豪校で湘南大相模ができる前から神奈川代表として毎年のようにインターハイ本戦に出場している。ゾーンプレストディレードオフェンスを戦術の用途し、 平均身長 173cm という背の低さをカバーすべく 3P 主体の攻めとひたすら走ってしっかり守る基本に忠実なバスケットで対戦相手を苦しめる。新人選挙大会の準決勝で水穂と初対戦するが僅差で敗れ、また3年夏のインターハイ県予選では決勝リーグに駒を進めるも水穂と湘南大相模に敗れて敗退した。天道寺。 高校新潟県にある高校でインターハイ優勝が義務付けられた高校バスケ界の絶対王者。スポーツ科があり、バスケに限らず各競技、各種目のエリートが集まっている。相川和彦の兄がコーチを務めるバスケ部は、全国の中学から集まった名のある選手たちが、試合より厳しい内部競争にさらされ、勝ち残った者だけが、レギュラーの座を手にすることができる。 これによりそれぞれがエース級の実力を誇り、ここで決めることができ、ディフェンスは常にハーフコートマンツーマン、自分のミスは自分で取り返すというチームプレイよりも個人プレイを意識したスタイルになっている。かつて、相川和彦が在籍していた高校で、絶対王者ゆえの勝利のみを優先した指導方法や、 試合でどれだけ活躍しても和彦にのみ注目が集まってしまうことによる選手たちの不満で、チームとしてバラバラであったことなどが原因で、和彦は2年のインターハイ制覇直後にチームを去った。しかし、和彦が抜けたことでチャンスを感じて奮起するものが、いたりとそれぞれが自覚を持ち、オフコートでは感情豊かな面も見せるなどチームとしては結束力が増す結果となり、坂木原は、 相川和彦のいない天道寺こそが本来の天道寺の姿と評している。部員たちは突然チームを去った和彦に対して納得していない様子は見受けられるが、苦楽を共にした仲間とあって悪感情は持っていないようである。インターハイ決勝での和彦の在籍する水穂との対戦は激戦を極めたが、オーバータイムで接戦の末に敗れ、不敗神話に終止符が打たれた。 成田中央高校千葉県にある県立高校。かつて、水穂の監督を務めていた下香織率いる、スタメンのほとんどが190センチメートルを超える、超大型チーム。ナンバープレーによる高度な連携と高さを生かした、インサイド主体のバスケットを展開する。練習試合で、水穂に敗れたことをきっかけに目覚ましい進歩を遂げ、打倒。 天道寺の一番手と目されるレベルに成長した。水穂とは練習試合を含め参戦しており、新人戦関東大会では大差で下すも、インターハイ準決勝では逆転負けを喫する。秋田城北高校秋田県にある天道寺と毎回のように決勝を争う競合。3年になってもスタンドで応援する、可能性もあるというほどの競合校ならではの選手層を誇る。 高校生には難しいと言われるマッチアップゾーンディフェンスを実践し、天道寺をもしのぐと言われる無人蔵の運動量とフィジカルコンタクトの強さで強引にルーズボールを支配して速攻をものにするという泥臭く粘り強いバスケットを展開する。しかし、マッチアップゾーンはその難しさからスタミナの消費が激しく、基本的には マンツーマンディフェンスなどの通常のディフェンスと併用して使われる。インターハイの準々決勝で、水穂と対戦し、序盤からマッチアップゾーンを仕掛けるが、水穂の自力の強さと作戦に押されて、マッチアップゾーンのみで対抗せざるを得ない状況になり、結果スタミナ切れと水穂の爆発力の前に敗れ去る。カデナ西高校沖縄県にある、明るくポジティブなバスケで、 インターハイ予選を勝ち抜いてきた高校。勝つことよりもバスケを楽しむことにこだわり、たとえ試合に負けてもあっけらかんとしている、天真爛漫なチーム。インターハイ予選の前に、湘南大相模主催のカップ戦へ、出場がてら、たまたま、本木東のメンバーとストバスで対戦したことが、きっかけで、みずほの面々とも親しくなった。 とにかくよく走る速攻主体のチームだが、セットオフェンスからのパスランも得意とし、ディフェンスにおいても相手の隙を見逃さない抜け目の無さと運動量を活かしたしぶとさを合わせ持つ。インターハイ本戦ではダークホース扱いだったが、2回戦の水穂との直接対決では、それまで隠しておいた時間差レーアップやフックシュートなどの奥の手を駆使して、試合の主導権を握り続け、 最後まで水穂を苦しめたが、接戦の末に敗れる。旧高大福岡高校福岡県にある九州の強豪。インターハイ前には優勝候補の一角としてバスケットマガジンにフィーチャーされていた。攻撃面では二階堂にボールを集め、防御面では相手のシュートコースを塞ぎ、二階堂にリバウンドを取らせるという講師ともに、二階堂を中心とした戦術を取る。 おそらく全国最大のビッグセンターである二階堂を、用し、インターハイに挑むも、ワンマンチームであったことを水穂に疲れ初戦敗退。名和大日立高校茨城県の有力校。相川たちが2年時のウィンターカップでは4位に入り、まさに全国のトップレベル、優勝候補と見られる学校の一つ。1から3から1ゾーンディフェンスを得意とし、 得点を決められても焦らず次のディフェンスでやり返して逆に相手を焦らせてからシュートを決めてペースを握るディフェンス主体のチームそのディフェンス力は奥村からかなりのレベルと評されており失点の少なさでは天道寺にも引けを取らない新人戦関東大会2回戦で水穂に敗戦後結城や氷川の成長によりチームとしてレベルアップを遂げるインターハイ準決勝では 天道寺と対戦し、前線を見せるものの破れ去る。本編の4年前の登場キャラクター。水穂中学校神奈川県の中学校。藤原、三浦、安津崎が通っていた。当時2年生の藤原をキャプテンに抜擢したり、三浦を選手起用するなど実力を重きに、チーム作りをしている。藤原たちが2年生の時、県大会準決勝で後に、 藤原の左膝に悪影響を及ぼすことになる事故が起こり、その影響もあって、決勝で、伏せのいた、湘南高中に敗れ準優勝に終わった。高倉中学校神奈川県の中学校。石井、土橋、達也が通っていた。水補中と練習試合をするも、トリプルスコアで大敗した。第一部で三浦をして、苦戦したと言わしめたところから、その後チームとして、 成長を遂げたようである。アクト3を描き終えたヤガミは、湘南大相模の行く末が気にかかっていた。オーバータイムを描き、その思いがますます膨れ上がったヤガミは、新入部員の加入による伏せたちの変化を、描きたくてたまらなくなってしまったという。主人公のチームが、湘南大相模であると、水穂はライバルに回ることになり、 この何とも言えない感覚を今から描くのが楽しみでしょうがないのだと矢上は言う。大きな夢を持ち続ける純粋な親愛なる少年たちを描けるように頑張ってみたいと矢上は語っている。2003年4月から9月までテレビ東京にて放送された。なお、アニメ版では水穂は私立高校となっている。この節では、 同時に劇中で使用されたスーパーユーロビートと挿入歌も紹介する。ディアーボイズファーストブレイクに関するカテゴリー。ありがとうございます。